皆さん助成金というと何を思い浮かべますか？めんどくさそうとか、自分には関係ないとか、いろいろと思われる方多いと思います。この助成金というもの、これは企業で働かれている労働者のためのものが多くあるというふうに考えると、非常に理解がスムーズにいくというふうに思います。例えばキャリアアップ助成金、これは正社員転換をする際に57万円1人当たり補助が出ます。こういうものがさまざま準備をされているということです。我々企業が成長する際には、人物金情報というものが必要になります。そしてこの人物、この2つを入手するためにはお金というものが必要になります。助成金、そしてまた補助金というものを知ることによって、皆さんが将来いつか行いたいと思っている事業を今始めることができるかもしれません。時間というものは有限です。いつかいつかという思っているうちに、あっという間に時間は流れていきます。借り入れをするのか、資金調達をするのか、そしてもう一つ助成金や補助金を活用するのか、これは企業を成長させていく、そして労働者の方に快適な環境を提供する、またはお客様に対して付加価値を提供していく、そのような際にはしっかりと学び、そして活用できるものは活用していく、そのような姿勢が私は今の時代必要だと思っています。我々ファインピースの本業は自動車の整備機器を扱うメーカー商社になります。ただこのような少子高齢化、若者の車離れ、そしてコロナショックという経済危機、さまざまなこの逆風の中において、整備機器をご紹介する、そして販売をするということだけでお客様に本当にお役に立てるのかということを考えた際に、私たちは設備、技術、情報、この3つをセットにしてきちんとお届けをしないとお客様のお役に立つことはできないというふうに思い、技術セミナーや情報の配信をさまざまな形で行っています。後継者不足、そして労働者の確保が困難という現状です。多くの工場が会社を成長させるための雇用を促進をしていきたい、このような時に助成金と補助金というものがさまざまに活用ができるということです。お客様に、この自動車のアフターマーケットという整備板金工場のお客様に向けてのフォーカスをした、より特化をしたご案内ができるというのが大きな特徴になっています。皆様の会社でこれから5年後10年後を考えた際に、本来だったら今行わなければいけない投資や人材に対しての施策、そのようなものをどうにか今行いたい、そのような前向きなお悩みがある方に関しては、ぜひ一度ファインピースまでお問い合わせをいただけますと、現在あなたの会社が置かれている状況において、我々がどのようなサポートをすることができるのか、助成金や補助金、そしてその他の様々な組み合わせにおいてご提案をさせていただきたいというふうに思っています。ファインピースでは設備、情報、技術、この3点から整備工場の運営のサポートを行っていきたいと思っています。そして人材という面におきましては、雇用を促進するための助成金、そして海外人材のご紹介、このようなところも合わせて行っていきたいというふうに思っています。詳細の内容につきましてはセミナーなども行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせをいただけたらというふうに思います。